クリスチャン・クローグは、ノルウェー出身の画家、著術家、ジャーナリスト。1852年、クリスチャニアで生まれた。法律を学んだが、同時に、画学校に通い、ドイツカールスルーエで、ハンスギューで、カールグッソーに支持した。1875年、ベルリンに移り、アドルフ・フォンメンツェルや、マックス・リーバーマンの影響を受けた。1879年夏、 友人フリッツ・タウローを誘ってスカーゲンを訪れ制作を行った。1881年から1882年までパリで活動し、エドアール・マネや印象派に触れた。1882年の周期点設立にも貢献した。次第に自然主義の影響を受け、人々の生活、特に社会的な地位の低い人々や社会の暗部を描くようになる。 クローグは特に売春婦たちを描いた作品で知られている。また、1886年には売春婦をテーマにした小説アルベルティーネを出版した。この小説は、その題材からスキャンダルとなり、警察に没収されてしまった。当時、クローグは、作家、ハンス・イエーゲルと共に、クリスチャニア・ボヘミアンと呼ばれる芸術家たちのグループの中心人物となっていた。 また、芸術新聞、印象派を発刊した。エドバルド・ムンクもクローグに支持していた時期がある。1901年から1909年までの間、パリに滞在した。1902年には、アカデミー・コラロッシで教えた。1909年から1925年までは、オスロに新設された、国立美術学校で教授を務めた。クローグは、またジャーナリストでもあり、 1890年から1910年までオスロの新聞バーダンスギャングに記事を書いていた。ありがとうございます。